昼ぐらいからずっと空港にはいて、そのまま泊まりました。雪のせいでというか、全然ちょっと観光はできなくなってしまったんですけど。昨日、新千歳空港では雪の影響で120便が欠航しました。国内線のターミナルでは空港から配られた毛布でおよそ270人がロビーなどで一夜を過ごしました。今日の千歳は晴れていて、発着便はほぼ通常運航となっています。